豪華って思われるようなお刺身を作り方ができるようになりますので、マグロのお刺身の完成。はい、おはようございます。文太郎です。本日の食材はこちらでございます。太平洋産のバチマグロ、冷凍のバチマグロを解凍して戻してます。よくスーパー百貨店で売っている一番ね大衆的なマグロです。こちらのマグロ、よくねご家庭でもお刺身作ると思うんですけど、今日はですね家にありそうなものを使ってマグロのお刺身を豪華にするコツっていうのをねお伝えできたらいいかなと思ってますので、家庭にねありそうなものをちょっとチョイスしてきました。24センチぐらいお皿と醤油皿ですね。あと日本酒飲む時のおちょこ、箸置き、スプーン、あと巻きす、どこの家庭でもなんとなくありそうかなっていうものを用意して作りたいと思います。材料は大根のつまとほうじそ、大葉、レモンのスライスで、わさびと人参、スライサーでつまを作ったんですけど、ピーラーでできると思いますので、まあ、こんな形で豪華って思われるようなお刺身を作り方ができるようになりますので、ぜひね最後までご覧ください。はい、それではねお刺身の方作っていきます。それではね、マグロの方は切ってしまいます。マグロは筋の切り方の動画がありますんで、ぜひね、そちらの動画をご覧ください。無駄にしたくないですよね。なんで全部使おうと思います。はい、じゃあ盛り付けに入っていきたいと思います。キッチンペーパーを敷いていきます。お皿を乗っけて、ちょっとはみ出るように、いいかな。では箸つまを持っていきます。これポイントは、後ろの方を高くして、手前の方を低くするような、そういう感じにすると、映えると思います。大葉を敷くときは、自分の方に大葉が向いているような形で盛ると、綺麗に見えると思います。じゃあマグロのね盛り付けをしていくんですが、こういう間、空いたところにレモンを入れていきます。人参を、できるだけね、こう高さが出るように立ててもらって、で、抜けていきます。で、ほじそ。マグロのお刺身の完成。はい、ということで家庭にありそうなものでお刺身作りましたけど、ポイントは後ろにこう高く盛るとかね、ちょっとずつずらして立体的に見せるとかで、結構ねおーってなるようなお刺身できると思うんで、ぜひね挑戦してみてください。ということで最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。太郎でした。ナイス。